まあまあ見えてんだけど食わないな。山ミミズ、ミミズ食いなのかもしれないということで、山ミミズの、ワッキーガ検証、キャスティング折りからのミミズから、これにはたまらずでしょう。これはたまらん。あ、食ったと思ったんだけどな。これにはたまらんだと思うんだけどな。あれか、ちょっと厄介なとこ。ミミズ、もうちょっと軽いジグヘッドワッキーの上のかな。スピニングか。おっしゃ、食った。おっしゃ、ミミズ、あ、飛んだ、やべえ、ミミズ飛んだ、よいしょよいしょ。ミミズに変えたら食ったね。はい、山ミミズのキャスティングの折りからね、に変えたらたまらず、小さいけどね、元気なもんです。山ミミズチャレンジの時期がやってまいりました。ピクピクがね、絶妙に効くこの今の時期、山ミミズで一体何匹のバスが遊んでくれるのかを検証するドキュメンタリーです。ここら辺もね、なんかバス見えてんだけどね、これ絶対大好きだ。ああ、ほらね、一匹目。ね、ほらね、大好きでしょう。はい、ヤマミミズね、この色好きっぽいね。キャスティングの折りからだったかな。イエーイ。ちょっとあのミミズから効きすぎるんで、ちょっとカラーを違うのに変えて、あれバスだな、あれは餌待ってる系だから食うでしょ。ギルもいるな。ギルに先に見つかっちゃうとややこしいんだよな。誰が先に食った？バスだ。バスが先に食ってくれました。よいしょよいしょよいしょ。はい、カラーチェンジしてね、すぐに小バス、小さいねサイズね、食ってくれました。イエイ。あ、ちなみにね、リールはミラベルで、竿はこれロデオクラフトのホワイトウルフ。こういう小さいのを P ラインとかでスパーンってね、入れたい時とかにこうすんごい入れやすいね。みんな上手い人たちはこれに 0.25 のバリバスのね、 P ラインとかで組み合わせてタイトフィッシングとかするみたいなんですけど、自分はこれ0.65 に、シーバスで買ったリーダーしかなかったんで、今これ12ポンドのリーダーかな、バリバスの12ポンドのリーダー組み合わせて投げてます。まあ、このリーダーの分もちょっと重くなるから、なんか投げやすくなるって感じかな。たまにでっかいのもね、あればギルだな。ちょっと
竿がやわな竿だから、2ポンドクラスってね、2ポンドライン、あ、いた、いました、失敗しました。あれ濃いだな、パクッとね食っちゃう。ああ、オーバルト、3匹ぐらいの群れでいれば、あれは尻尾、バスの尻尾だな。あそこは回収できる。ちっちと見てる見てる、ミミズ見てる。よし、よし、ちょっと待ってて待って、ちょっと待ってて、ちょっと待ってて、そっちまで行くよ。こっちまで行く。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。食っちゃったね。よいしょ。はあ。言えばすくん。はい、小ぶりだけどね、いいところでね、餌をね、探し、ああ。ガリガリガリ草、アフタースポーンのやつですね。じゃあ逃がしてあげまーす。山ミミズイエイ。はい、ありがとう、ね、素直な反応でした。頑張って餌取ってね。あ、いた、いたよ、こっちか、そこの岩盤沿いを登っていってる。あ、でも糸嫌ったかな。いや、食うな、見に行った、はい、食ったあー、バレた、いやー、ヤマミミズはなんか置いてあるだけで、いや、それは食うみたいな感じで言ってくれるね、やっぱりね。結構ね、あー、いた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 、ちょっとけ、あー、バスが3匹下ってる。ちょっと表層な感じでノーアクションで漂わしてみる。行っちゃったかな。ちょっとピクピクさせ、あー、ダメだな、なんか上の釣られたのとか怖がって逃げろーって感じのバスなのかもな。今足元にいたやつは結構30センチ超えてサイズだったんだけど、いなくなっちゃった。いないですね。はい、いないですね。濃い、置いといてみるか。あ、見たね、ミミズ見てる。鯉が、鯉が超邪魔、鯉が超邪魔。あー、行っちゃった。でもあいついたら見るタイプだから、そう、並走してる鯉が邪魔だな。鯉邪魔。あ、鯉止まった。じゃあ食うんじゃない、多分食う。あ、食ったうーん、鯉とね一緒に泳いでたんだけど、ちょっと鯉がどいてくれるのを待って、で進行方向の先に置いとくだけ。うん、ややこしいことはしないで置いといたら食いました。よいしょ、よいしょ、はい、お疲れさん、お疲れさんです。よいしょ、あー、同じサイズがついてきたね。どうしたんだいって見てるね。
よいしょ。はい。餌をね、探してうろうろしていたところに山ミミズを置いといてみました。よし、じゃあ逃がしてあげます。ありがとう。ありがとう。で、今もつけてるんですけど、この山ミミズフィッシングには絶対ジーニアスプロジェクトのシリコンチューブ、これないとね、本当すごい数で魚が反応してくるから、なくなっちゃうからね、ワゴね。で、改めてなんですけど、このラインスラックのミニプライヤー持っておけば、なんだろう、シリコンチューブプライヤー忘れた時でもね、こういう感じで繊細な仕事ができます。専用のじゃないから、なんて言ったらいいのかな、このミミズを下にプリンで出す木の枝とかはいるんですけど、こういう感じでスルスルスルポンってね、つけられる。あー、でかいでかい、でかかった。ミニバスが何かそばに来て俺の仕事の様子を伺っていた。何してるのって感じで、君たちを釣るリグを作っているんだよ。はい、準備 OK。 今のミエバスさんは泳いでるバスが見えれば、持ってれば釣れるんで、ね、必ず、あれ思ったより今日きついなって時は絶対ボックスにね入れといた方がいいと思いますよ。俺もね、今日まあちょいちょい釣ってはいたんだけどね、どうにもねバス見えんだけど釣れねえなって。あ、いた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 、ヤングたちは、ヤングたちは今俺にビビって食うかな。でも、あ、ルアー、あ、でもルアー見るな、食いますね。だけど浅いとこで何やら探してる風だから、多分あいつは遠くだったら食うんじゃないかな。食うよねやっぱ。あ、ごめんごめんごめん。なんかここからちょっと距離を置いたら、よし大丈夫って感じですぐ食ってくれました。ヤングメンだけどね。たまにでっかいのも見えたりするからね、やめらんないんだよね。光の加減、ちょっと遠目から一発入れとくか。ここでもギルもいるからね、どうかな。あ、あれはなんだ、バスか。バス、バス、小バスなんだ。ハムハムしてた。あ、さっきいくらか釣ったから、ちょっとバスは散っちゃったかな。そこにいるチビーにアプローチして、よいしょ。よいしょ、ありがとう。はい、壁際へ投げたら、ちびますくん、ありがとう。
といいサイズだ。おいしょ、おいしょ、おいいサイズ。ブッシュに入らないで、ブッシュに入らないで、ブッシュに入らない、ブッシュに入らないで。よいしょ、お久しぶりの。あ、でかいのもいっぱいついてきた。よいしょ、よいしょ、どうだい、よいしょ。あ、でっかいバスいっぱい入ってきてるね。よいしょ。はーい、夕方になってね、ちょっといいサイズが釣れるようになってきました。これはいいサイズ。おー、なかなか引いてくれた。ちょっとね、でかいバスも見えるようになってきたんで、引き続き、山ミミズでどのくらいいけるかやってみたいと思います。イエイ。